車掌くん、見て見て、このお花綺麗だと思わない？さっき街で見つけて思わず買っちゃったんだ。うんうん、いい香りだし、とっても素敵だよね。やっぱり森の中は落ち着くな。うん、わかってるよ、探検だよね。車掌くん、行くよ。あ、今動物の声がしたよ。あっちかな。車掌くん、早く早く。大丈夫大丈夫、森なら任せてよ。それに本当に迷ったら動物たちに聞けばいいだけだからね。走り回ったからお腹空いちゃったみたい。お腹がキュルキュルってなってるんだ。ううん、大丈夫、森には食べ物がたくさんあるからね。ちょっと探せば何かあるはずだよ。木の実とかキノコとか。あ、あった。車掌くん見て、キノコだよ。食べられるかな。なんだか甘い匂いがする。美味しそうだな。でも本当に甘くていい匂いだよ。車掌くんも嗅いでみなよ。ほらほら。死ぬなんて大げさだよ。車掌くんは面白いな。右よし、左よし、上にも下にも誰もいない。よし、遅くなってごめんね。お腹空いたでしょ。もうちょっと待ってて、今準備するからね。キュルンキュルルン。そんな声で甘えなくてもちゃんとあげるってば。よーし、いい子いい子。キュイキュルルル。こらこら、私をペロペロしても美味しくないよ。ほら、くすぐったいってば。ちょっと、スカートの中はダメだよ。やめて、めくらないで。いやー、そんなにペロペロしたらダメ。びしょびしょになっちゃうよ。誰？そこに誰かいるの？あれれ、車掌くんだ。こんなところで何してるの？あ、もしかして食堂から後をつけてきたの？ご飯を持ち出すとこ見られちゃったとか？車掌くんの目はごまかせなかったか。許可なしに生き物を飼うと怒られるから、バレないように気をつけてたのにな。ねえ、お願い、内緒にしてくれるよね、車掌くん。もう少しだけ、少しの間だけでいいの。だってあの子には他に居場所がないんだもん。できるだけ早くなんとかするから、お願い。
車掌くん。でも、あの子に新しい飼い主か。どうかな。見つかるかな。そんなことないよ。人懐っこいし、見た目だってすっごく可愛いし。説明するよりあの子を見た方が早いと思う。ちょっとナイーブなところがあるから優しくしてあげてね。絶対怖がらせちゃダメだよ。私の大切な友達なんだから。あ、今ちょうどご飯を食べ終わったみたい。ほら見て、おててで顔を洗ってる。上手でしょ。キュロロ、キュロ。なに車掌くん。キュロン、キュロロ。車掌くんの目はおかしくないよ。話せば長くなるんだけど、簡単に言うとね、あそこにいるのは確かにアデレードだけど、他の動物が乗り移ってるからアデレードじゃないの。つまりアデレードだけどアデレードじゃなくて、結局どういうこと？どうしてアデレードがこんなになっちゃったかというとね、実はこの前錦での訓練合宿に参加した時。ねえカオヤイ、カオヤイってば、大変だよ。なに、どうしたのアデレード。見て見て、ほら、あのちっちゃい祠の前、うまそうな団子が置いてあるじゃんか。わあ、ほんとだ、おいしそうだね。あれって食べていいのかな。あたし、頑張りすぎてお腹ペコペコだよ。どうかな。お供え物を勝手に食べると罰が当たるって聞いたことあるし、動物の神様が怒るからやめておいた方が。ガラララ。もう食べてる。もっちもち。うまいからカオヤイも食べてごらんよ。団子の中に粒あんがぎっしり。どうしたのアデレード、大丈夫？キュロ？え？アデレード？キュロ、キュルルーン？うわぁ、いきなりどうしたのアデレード。うわぁ、ダメ、ペロペロしないで。ということで、なんやかんやで今に至るというわけ。そういうことで合ってると思う。錦の道端で見かける小さいお家は祠って言って、非業の死を遂げた子供や動物が祀られてるんだって。いつだったか錦出身の先輩が教えてくれたんだよね。そっか、やっぱりあのお団子食べちゃダメだったんだね。アデレードを元に戻すためには、もう一度あの祠に行かなきゃ。美味しいお団子を備えてお詫びして許してもらうしかないよ。キュルル。
じゃれ合うのはその辺にしときなって。そろそろ寝ないとね。明日は夜明け前に起きて錦に出発だよ。ほらアデレード、こっちにおいで。今夜も一緒に眠ろう。ここだよ。今度こそ絶対に間違いない。アデレードがつまみ食いをしたのは確かにこの祠だよ。だってほらこれ、見覚えのある竹の串が落ちてるもん。よかった、もう見つけられないかと思ったよ。よーし、早速お供えしよっか。錦の有名店で買ってきたとびきり美味しいお団子だもん。きっと気に入ってくれるよね。アデレード、こっちにおいで。一緒に手を合わせてごめんなさいしよう。今度はつまみ食いしちゃダメだからね。キュロロ。どうかな、車掌くん。アデレード、元に戻ったと思う？キル？キュルルル。ダメだったか。わかったよ。そっちがその気なら、こっちも覚悟を決めるしかないね。この祠の主さんが簡単にアデレードを元に戻すつもりがないって言うんだったら、長期戦も覚悟するってことだよ。絶対に諦めないね。アデレードだってそうだよね。もう食べちゃダメって言ったのに。車掌くん、私アデレードを元に戻すためなら何だってするつもりだよ。でももしアデレードがこのまま戻れなかったとしたら、私は今のアデレードも受け入れる覚悟だよ。中身が違ったって、私の大好きは変わらない。これからもずっと、ずーっとこの子のそばにいる。キュロン？どうしたの？アデレード。見て、車掌くん。祠が光ってる。車掌、どうしたんだ？びっくりした顔して。私の顔に何かついてるのか？アデレード。本当にアデレードだ。戻った。戻ったよ。おいおい、なんだよ。どうしたんだよ、二人とも。苦しい。そんなに抱きついたら苦しいってば。でもどうして、なんで急に戻ったのかな。やっぱりこれが美味しかったから
かな。次は、ま？ま、ま、マンボウ！わーい、また、ないよ、もう。ボルテックスマグナム！何それ知らない。なんだっけ、私もわかんないけど。まあいいじゃんか。はい、カオヤイの番だよ。次はムね。ムムわかった、無人島。